こんばんは。こんばんは。こんばんは。皆さんこんばんは。SK48 12期研究生の加藤さつきです。こんばんは。くしみがですよ。こんばんは。おつちちおつちち。明日もありがとう。こんばんは。あ、くしゃみが出そう。あ、くしゃみが。おつちち。おつちち。おつちち。こんばんは。こんばんは。おつちち。シート私から写真見たよ。ありがとう。おつちち。あ、明るい。な、おき。こんばんは、さあちゃん。こんばんは。こんばんは。おつちちおつちちおつちち。児童私の時腕時計つけてたの。今日はね、あの衣装だからね、つけてなかった。にょん。こんばんは。たんちゃんちら。こんばんは。ちら。こんばんは。よん、みやビームの彼女。じゃあみやビーム彼氏なんだ。彼氏側なんだ。オッケーオッケー。彼女ね、さつき。ありがとう。おつちち流れ星ありがとうございます。おつちち、5日の制服の上公園行きます。お、パチパチパチ、おめでとう、おめでとうございます。じゃあ一緒に楽しみましょう。やったやったやったった。うん、こんばんは、こんばんは、こんばんみ、こんばんみ。おつちち、おつちち、こんばんは、つちち、バラありがとう。こんばんは、こんばんは。三列目センターにいます。お、おめでとう。わかった。覚えときます。つちち、がえくしゃみ、いつもの。ね、今日もみやべえ大事が打ってる。ちょっと待ってね。本当に？そう、その、お話し会終わって、みやべえもとね。そう、途中まで一緒に帰ってて、うん、やっぱね、生活リズム一緒だから。今日の生活リズムが一緒だからさ。いつか釣れたからトレード申し込みしたよ。あー、当たりますように、当たりますように。ハートありがとうね。トレードね、誰か見つかるといいな。今日ララポートのアクル、ララポートアクルスの SK48 ラブ見ました。お、先輩たちのおめでとうございます。撮影見たかった、撮影見たかったよ。めっちゃ良かったよね、絶対。そう、本当羨ましいです、羨ましいです。ハートありがとう。おつちち、おつちち、くしゃみ明るす、かわいいね、ありがとう。よいしょ。こんばんは、こんばんは、おつちち、おつちち。さつきちちゃん、こんばんは。今日はさつきちちゃんから名刺もらえて幸せな一日でした。よかった、よかった。どうぞしました。ありがとう。ね、さっきくしゃみしたから、目が赤い気がする、さつき。自分的に。おつちち、おつちち。今日、やっと会えて、うちはみ、あ、やばい。筋が出そう。なんか花粉症でね、喉に来ちゃう、さつき絶対。喉に来てます、今。喉と鼻に来てるよ。助けてん、花粉症。今日やっと、お、セーフだ。今日やっと会えて、うちを見せに来た。お、ありがとう、そう。来てくれた。そう。うち持ってて、おっと思ったら、名前見たらね、あ、やっぱ今日来るなって。来るって言ってたから良かったです相手。一瞬、もうね、名刺私の一瞬じゃん、それ遠く、あ、気にしないでね。そう、遠く会とかじゃさ、結構あったじゃん。でもさ、本当名刺会一瞬だからさ、なんかもうどうぞありがとうございましたって感じだったから、まあ、今日特にね、やっぱ早かったんだけど、なんかもう一瞬、一瞬、
ほんともう飯かね、一瞬もうずっとね、何よってめっちゃ考えてる。まずこの一瞬の間に何を伝えようと思って考えてました今日も。これしないで何を伝えようと思って、おつちちおつちち。トークショーの3回を行きました。おお、カード研究生をもらいました。あら、ありがとうございます。名刺ぜひね、研究生覚えてください。ありがとう。ミヤビームから聞いたよ。お、ミヤビーム一緒。そう、ね、いつもね時間かぶる。いつかはミヤビームと共演だね。そうなの、共演です。ミヤビームと楽しみですね。ね。よいしょ。補導されなかった。補導されないよ。まだ、まだ、まだね。まだ補導されない。チェックしてください。こちら。おつちち、ハート。ありがとう。おつちち、おつちち。だるまさん、だるまさん。ありがとう。おつちち、おつちち、おつちち。ハート、ありがとう。こんばんは、こんばんは。おはちち、おはちち。バラ、ありがとう。おつちち、はじめまして。今日も3月も可愛いですだった。ありがとう、ありがとう。やった。ピカチュウ好き、ピカチュウ好きだよ。詳しくないけど好きだよ。こんばんは、こんばんは。こんばんは。超絶可愛い丸丸丸当ててみて。いや、超絶可愛いさつきって言いたいこと、言いたいとこだけど、ちょっとね、なんて言うんだろう、裏を書いて超絶可愛いタヌキにしときます。つきち、今日はミヤビームが14分早かった。14分負けた。あ、14分負けちゃったよ、ミヤビームに。そうそうそう、一緒に帰ってました。今日青井さやかさんに会いました。そう、なんかね、そう、行くって言ってる、行ってらっしゃった方がねいたのでね、よかったよかった。パチ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 。こんばんは。みやびちゃん最近うなずきしてるの？なんかあんまイメージない、最近。こんばんは、こんばんは。三月もよろしくよろしく、ありがとう。こんばんは、ハートありがとう。スキチ、おつきち。たつきさん、こんばんは、こんばんは。あ、またくしゃみが出そう。オッケー。こんばんは、お疲れ様です、お疲れ様です。かっこいい、ありがとう。おつきち、こんばんは。くしゃみかわいい、ありがとう、ありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは。くしゃみかわいい、ありがとう。ハート、ありがとう。おつきち、おつきち、ハート、ありがとう。一時停止するさ、つきちかわいい。一時停止しちゃう。一時停止しちゃう。筋が出そうだと。どうちゅう。つきちおつきち。大ちゃんに会いたかったね。そう。まだね、でも全然会える機会あるのでね。会いに来てください。そうそうそう。その時にね、挽回すれば大丈夫だよ。会いに来てください。おつきちおつきち。あ、お星様だ。お日様ありがとう。おつきちおつきち、こんばんは、こんばんは。おつきちおつきち、こんばんは。主人さんいらっしゃい、ちらちら。よいしょ。こんばんは、こんばんは。やっほー、バビちゃん今日も一日お疲れさん、お疲れさん。よいしょよいしょ。そっちの後輩ちゃんの特典会にに来てました。来てます。そうそう、言ってる方がいないました。今日もいいバブカリンだね、バブカリンだね、バブカリン、バブカリン、バブ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 カリン。バブカリン、なんで僕はキラキラ捨ててる。そう、さっきね、なんかママがから貸してくれたキラキラ。そう、キラキラなの私だから。今こっちの方がわかるね、キラキラ。こんばんは。ミヤビームとココミやってるっていうの、前よりもやって君にした。あら、ありがとうございます。ありがとう。あさってのそよこのみ行きます。お、12期生と初めて会うのでよろしくね、よろしくね。ありがとう。あ、くしゃみが出そう。ちょっと待ってね。
しょよいしょ。おつちち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 ハートありがとう。みんなもゆゆしくさつきちなところを思い出したな。そうね、そうさつきちもね、いやまだういういしいよ。まだういういしいよ。ハートありがとう。おつちちおつちちこんばんは、こんにちかわいいありがとう。今日もかわいいありがとう。たるきでもないです、あれりゃ。笑顔かわいい、ありがとう。綺麗なハート100としたよ、ありがとう。いいよ、うちつきさつき調子でしたよねって言われてらっしゃいます。なかなかさつきちでなくてピエノ切る関西に行くからね、ね、会いに来てください、待ってます。会いに来てね。あ、そう、私の顔のお日様がかぶった。ピッ。うつきちうつきち、タネちゃん見るとやっぱり今日の一日の疲れがぶっ飛ぶわぶっ飛ぶわ、よかった。うん、 HMV で小籠包振って声かけたらみんなに言われるって言われて、そう、本当に今日も言われましたよ。今日もね、ほんとね、何人ぐらいの人に言われたかな、10人弱ぐらいに言われた。そう、課長さつきです、よろしくお願いしますって言ったらね、お、さつきちだ小籠包って言って、あ、ありがとう。ありがとうって言いました。そう、でもね、なんかそれで覚えていただいてるみたいなので。よかったよかった、よいしょ、小籠包って言われた。そう、 HMV でもね、そう、ありがとうございます、そう、声かけていただいた。よいしょ、3月16日はテンションマックスで会いに行きます。ありがとう、待ってます。3月16ありがとう。くしゃみいつも出ちゃうわよね、出ちゃうわよ。特にね、今さつき絶対花粉症だから。次に来ていらっしゃい、おつきちおつきち、小籠包小籠包ありがとう、こんばんは。小籠包ちゃんって言おうとしたのに一瞬過ぎて言う暇なかったね、ないの言う暇が。ほんとね、来てくださった、ね、方はね、わかると思うんだけど、特に今日がね、ほんとね、キャーだったからね。ね、でもね、また会いに来てください。さすがでしょ。そう、いっぱい喋りたいことあるからね。ありがとう。ひな祭り、明かりをつけましょう、ぼんぼりに。ぼんぼりって何か知ってる？あれでしょ？あの、こういう形でさ、こういうなんか帽子みたいなのついててさ、こういうやつでさ、この柱が立っててさ、こういうやつ。あの、私お家におひな様ね、結構大きいのあるからわかるよ。今日はハーフツイン、そう、自分でやった。ちょっとね、ちょっと、まあ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 いい感じ。おつきちおつきち、ちらちら、こんばんはこんばんは、ハートありがとう、ハート、ありがとう。ひなちゃんお手紙書くってなったら何を書いたらいいかな。どうし、でもね、まあ、なんだろう。でも、もらえるだけで嬉しいから分かんないけど。うん、なんかでも、まあ、頑張ってね、みたいな。そう、嬉しいですね。今、坂井でさつきちの書いたやつ通りに CD ショップく巡ってるよ。わー、ありがとう、嬉しい。パチ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 。HMV さんとパルコさんにね、あるのでね、ぜひね、お願いします。ありがとう、嬉しいです。うつきちおつきち、さつきちの憧れの先輩って誰？さつきちの憧れの先輩はね、林未来さんです。そう、今日もね、一瞬だけね、お姿をお見かけしてね、嬉しかった。嬉しかった。おつきちおつきち、流れ星ありがとう。なんだ、5番、5番ありがとう。おつきちおつきち、なぜかもう会いたくなってきてしまうこの感情、どうすりゃいい？会いに来てください。じゃあ、そう、待ってます。じゃあ、握手会トーク会待ってます。ありがとう。おつきちおつきち、こんばんはこんばんは、おつきちおつきち、こんばんは。小籠包って呼ぶか、いつかの劇場公演の時に。
すごい、さつきーで間に言うて、小籠包ってね。どうしよう、いつか言われたらびっくりしちゃう、さつき。うん。本日も名古屋で一番可愛いタヌチ、タヌチ。タヌチ。ありがとう。ありがとう。ぼんぼり、そう、それです、あのぼんぼり。これ、これ、これ。ありがとう。飯ありがとうね。5日も行くよ。ありがとうございます。待ってます。5日。ありがとう。こんばんは、こんばんは。16日のトーク握手会の一回たくさん喋れるね。かな、喋れるね。ありがとう。楽しみにしておきました。月もいっぱい喋れるのね。ありがとう。お月ち、お月ち、話せる。そう、話せる。ね、楽しみにしてます。そう、ね。たくさん話したらいいな。みそ、こんばんは、こんばんは。ツインテールのたぬきちゃん見て、ツインテール。ちゃ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 うん。お月ち、お月ち、こんばんは、こんばんは。ツインテールかわいいよ。ありがとう。みそ、お月ち、お月ち。みそ、ミレスちゃんとの忍者内容動画、楽しく拝見しました。この先素敵な展開期待しています。そう、めっちゃさつき楽しかったですね。みれさんとの大事よ。めっちゃ楽しかったのでね、さつきもね、またね、どっかでね、共演できる日を願って頑張ります。頑張ります。よいしょ、こんばんは、こんばんは。ちょっと待ってね。よいしょよいしょ、お月ち、お月ち。よいしょよいしょ、超絶可愛い小籠包が正解でした。まあなんか、まあ、まあ、惜しいよ、ちょっと考え的には。ありがとう、お月ちん、お月ちん。今日名刺ありがとう、2回目もらわずに取りすぎるところだった。ごめんね、全然いいよ、全然いい、ありがとう。そう、やっぱね、なんかね、喋るの夢中になるとね、あのね、ファーって言っちゃう人がいるからね。今日はさつき会ったんだけど、一回もらってーって言った。もらってくださいって言って、そしたらごめんねーみたいな、イエイイエイイエイって言って、ね、さつきね、全然気にしないというか、ありがとうございますって感じなのでね、ありがとう、名刺もらいに来てくれてありがとうございます。いいの、夢の中の父、これからもさつき応援してくれるよね。夢の中の俺、いいと思う、いいと思う。ありがとう。コンペット、コンペット、ひなあれなのかな。ありがとう。よいしょよいしょ、こんばんは、こんばんは。初見さんいらっしゃい、ありがとうございます。お父ち、名刺ありがとう。可愛い子からもらって嬉しいです。やん、そんなこと言っていただいてね、さつきも嬉しいです。ありがとうございました。名刺もらいに来て、もらいに来てくれた方、もらってくれた方、もう、うん。名刺お渡し会にね、来てくれた方、ありがとうございます。あ、テロップに書いとこう。オッケー。よいしょよいしょ。ボンボリボンボリボンボリ、ありがとう。よいしょ、こんばんは、こんばんは、こんばんはです、こんばんはです。なんかにょにゃ、あ、これだ。こんばんは、こんばんは。お月ち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 、お疲れ様です、お疲れ様です。よいしょよいしょ、こんばんは、こんばんは。お月ちビーム、さつきちビーム、ビーム。そう、今日はね、ビーム打ってって言ってね、あの、一人いてくださった方がいたのでね、
ビームってやりましたビームって言った。こんばんは、こんばんは、おつちちおつちちん、おつちちん、今日の晩ご飯って何？今日の晩ご飯何なんだろう。でもカニが食べたいけど、カニがねママなかったって言ってたからね、なんかね、なんちゃってカニみたいなやつね買ってきてくれたことはわかるんだけどね、それ以外が何か覚えてないです何だったか覚えてないです。鼻が真っ赤でかわいそうなの、花粉症で鼻が真っ赤っかです。おつちちおつちち、こんばんは、こんばんは。劇場公演の君いるのかも、タヌキタヌピザツキチバウジャ小籠包まあ、でもタヌキチはもうサツキの家に残ってないから全然関係ないけど、昨日小籠包食べました、美味しかった、ありがとうございますそう、よかった、美味しかったなのならこちらとしてもね美味しいですもうよかったよかった、美味しいよね小籠包、たつきも大好きだよおつちちおつちち、やふいやふいやふい、おつちちおつちち、ハートありがとう。木曜に思い出して小籠包食べたよ。おさつきのねあれかも、さつきにね小籠包イメージがついたおかげで、もしかしたら小籠包屋さんがちょっとだけ繁盛してるかもしれない。よかったよかったね、美味しいよね小籠包、さつきがうっかりいっちゃうぐらいには美味しいのでねぜひ皆さんも食べてみてください。さつきこんばんは、こんばんは、みびちゃんからお引越し、あらいらっしゃい、いらっしゃい、ひなあられなのかな、ひなあられ、ありがとう。おつちちおつちち、こんばんは、こんばんは、たるちゃんの名刺欲しいわよ、今日はバブになってるね、名刺ね渡したいですね。そうでもありがとう、トーク会トーク会握手会来てくれるみたいで、ありがとう。おつちちおつちち、ひなあられみたいなやつ、ありがとう。ひなあられ食べた？なんかママがひなあられねなんか見つけられなくてね、なんかおひなさんパッケージのお菓子買ってきてくれてね今飾ってありますこんばんは、こんばんは、だるまさん、だるまさん、ありがとう。あ、今日お寿司かも、夜ご飯。なんかカニがあったらチラシ寿司作ろうかなって言ってたけど、カニがなかったらお菓子、あ、お寿司買ってくるかなって思うかなって言ってたと思うから、お寿司かもしれないです。もらいに行けばよかったね、もらいに来てほしかったですそうね、ね、またね会いに来てください東海ラジオの水岸ボーイが、そう水岸さんのめっちゃ面白かったですねそうまたね 1+1=2 じゃないよ、出たいです。また腕時計つけて、わかった、ありがとう。ちっちゃいホワイトの腕時計をよくつける、つけますありがとう。おつちち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 、今日おでん食べるよ。お、いいね、おでん。さつき何食べるかな。あ、そう、さつきだからお寿司食べる、多分ママが覚えてたらおつちちおつちち、はじめまして、フラッと立ち寄りました。お、じゃぜひね見てってくださいありがとう。こんばんは、こんばんは。ビエットどうやら花粉症になってる、さつきもね花粉症、今日花粉症めっちゃだから気持ちわかりますもうね辛いよね、なんか目もしょぼしょぼする。レッサーパンダかわいいよね、レッサーパンダかわいいよねわかるよ、レッサーパンダかわいいよね。さつきもレッサーパンダ好き、来たんてね。
あ、オッケーオッケーオッケー。おつちちおつちちおはちちおはちち。おちち。よいしょよいしょ。よいしょよいしょよいしょ。こんばんはこんばんはこんばんは。よいしょ。SKEポテトコラボしてるお店で小籠包食べたよ。お。パチ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 。じゃあいっぱい食べてください小籠包。いっぱい食べてください。おつきちおつきちこんばんはこんばんは。おつきちおつきち。おはきちおはきち。頑張ってください。ありがとう。おいしいな、いいでしょう。いいでしょう。そう、お寿司ね。でもなんかキッチンからお寿司じゃないような音がする。なんか揚げ物の音がしました。月的にはわからん。多分ママねこの配信聞いてるか聞こえてるかしてると思うのでね、そう配信終わったらねワクワクで答え合わせします。うん、父の名付け親美月さんなの。うん、お母さんなんだけどね。そうなんかね一緒になりました。美月さんとさつきちさん。そう楽しかったですね。でもよいしょよいしょ。今日退屈な一日でした。さっちゃんどんな一日だった。さっちゃんはねどんな一日だったかな。でも名称私変えててね、いろんな人とねちょっとだけど話せたりね、そう会いに来てくれた人とかがいたからね、それとたちと会えておしゃべりできたりね、初めて会う人たちもねいたからねめっちゃ楽しかったしね、みんなと会えてよかったですね。そう、ミレイさんに中学生卒業記念プリンをプレゼントしてくださいね。でプリンプレゼント時代です。プリンプリン。ありがとうございます。小籠包の食品サンプル頭に乗せてみれば。で小籠包の食品サンプルってさあるのかな。あるか。でもね本気でねちょっとねせいろを買おうか迷ってる今。せいろ。こんばんは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 。マグロとハマチとビントロです。あ美味しそう。そうよいしょ。ウニとイクラが好きです。おいいね。タツキ何が好きかな。タツキは何が好きかな。ウニ好き。あとなんか最近食べたやつで美味しかったやつがあるけど忘れちゃった。ウニ好きだし最近イカ美味しいなと思った。アナゴも好きですね。そうそんな感じ。おつちちおつちちおつちち。今夜さくらさんのルームで山村さくらプリンを食べる配信するよ。見てほしいな。見たいですね。わかりました。じゃあこっそり見てるかもです。そうありがとう。お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんはこんばんは。おつきちおつきちちち。そうねプリン、さつきはじゃあプリンを作る配信しようかな。プリン加藤さつきプリンを作る配信。縁側が好きです。そうだ、さつき好きなやつ縁側だ。縁側が好きです。さつきもそう縁側がねなんかね全然食べたことなかったの。全然食べたことなかったんだけど、なんだろうあのね一回ねなんかのねお寿司の多分お持ち帰り用のやつに入ってて食べてみたの。そしたらねめっちゃ美味しかった。なんか結構脂乗っててめっちゃ美味しかったからそっから結構頼みます。縁側だよね。縁側だと思う。さくらさんの配信は8時からかな。ぜひお立ち寄りを。おじゃあねフラッと立ち寄ってるかもしれないです。ありがとうございます。くしゃみが出そう。またあくしゃみがめっちゃ出た。もうねめっちゃね花粉症でくしゃみが出ちゃうの。そう
よいしょ、いしょ、いしょ、よいしょ、いしょ、うん、どこだ、どこだ、あったいたいたいた、うん、サバ食べてお腹痛くなったから苦手になった。なあ、私のねお母さんもね青魚がね無理なの、食べれないの、お腹痛くなっちゃうってだからね私はねお家もね、なんて言うんだろう、そのサバとかブリとかなんか青魚っていうのかな、青魚かな、青魚もね食べる習慣がないの、だからあんまね食べないですね。そうで、どっかで一回ね挑戦してみたいなと思います。でもウリの美味しさが分からないと、ウリの美味しさ分かっちゃうのさ、月去年のね誕生日はね、そう、誕生日は家族でウニを食べに行きました。なんか4種のウニセットみたいなやつがあってね、すごいよウニ、あの場所によって味違うってことにね気づきまして気づきましてね、なんかなんとかさん、なんとかさん、なんとかさん、なんとかさんがあるんだけど、なんかオレンジだったら、あ、めっちゃ赤だったり、めっちゃ黄色だったし、ちょっと黒っぽかったりするの。そうだから、で全然味も違うの、なんか比較的さっぱりだなとか、めっちゃ濃いなとか、甘いなとかあって、すごかった、ウニってこんな違うんだなと思いました。あとウニ美味しかったちらちら、縁側は、縁側が好き、縁側好き、縁側は地味に美味しいよね。そう、あのあんまねお寿司のイメージなかったけど、めっちゃ好きになった。さつきちって舌が大人やな。そう、舌が大人そうだね、ブラックコーヒーも飲めちゃうからね、さつき、うん、こんばんは、こんばんは。グリマのチョコって美味しいよね。そう、私も好きです。なんかチョコレートがね好きだからね、めっちゃ好き、チョコレートね、あのボンボンショコラっていうのめっちゃ好きなんだよね。なんかね板チョコだとね、ちょっとさつきね、あの途中でねちょっと、まあ、また明日食べようって、半分は、まあ、明日食べようってねなっちゃうんだけど、ボンボンショコラなんか1個でめっちゃ満足感あるし、いろんな味入ってるじゃん、だから好きですね。こんばんは、こんばんは、かわいい、ありがとう。本当に美味しいウニ食べたんだね。そう、美味しかった。そっからウニ好きですね、めっちゃ好き。あの軍艦、なんかその回るお寿司屋さんとかでね入ってる、その軍艦みたいなやつも好きだしさ、たまにちょっとさ、なんて言うんだろう、ちょっとセレブリティちょっとそれの進化版みたいな感じでさ、海苔の上にご飯乗せてあってさ、ウニってやつもあるじゃん、あれも好きさ、好き。よいしょ、昔サンシャインに SKE カフェがあった時代が復活したら、さつきチロプリンも販売されたからね、販売したいですね期間限定さつきチロプリンそう、こんばんは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 。ウニの美味しさがわからないの、自分いいの食べれてないのかな。うん、でもね好き嫌いあるよね絶対ね。さすきもねちっちゃい頃食べてね、ほんと嫌いだったよ、めっちゃ、なんだこれと思ってさそう、でもめっちゃお母さんとか好きなの、だから大人ってようわからんなと思っとったんだけどわからんなと思っとったんだけど、でもねそう徐々に食べてたらね美味しかったからね、多分ね、だよね、そのままね苦手かもしれないしね、でもその後々にね美味しさが分かってくることもあるのでね、なんて言うんだろう、お寿司を楽しみましょううん、ではね、で美味しいの食べると、あのなんて言うんだろう、苦手じゃなくなるのも本当かもしれないだったら美味しいってなったら苦手し、これは美味しいなと思うかもしれないしね。そう、ぜひねそのトライする機会があったら美味しいウニトライしてみてもいいかも。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。縁側って稲田ぼくするのにいいよね、それじゃない絶対それじゃないでもね縁側いいよね、縁側欲しいもん。そのおばあちゃん家とかにもさないんだけど、縁側ないんだけどさ、縁側欲しいの、なんかめっちゃ良さげじゃない
すごいめっちゃいいな。なんかおばあちゃん家がね、めっちゃ大きいね、窓の中に襖ついてるんだけど、襖がついてるんだけど、それだいたい開いてて畳があるの中に、そこが日が当たるの、そこでめっちゃ日向ぼっこするのね。さつきね、好きでした今も好きです。こんばんは、こんばんは。茶碗蒸しは頼む？茶碗蒸しは頼むよ。茶碗蒸し結構食べる。あるね。で、そう、あおさのお味噌汁か茶碗蒸しかで、そう、どっちを最後に食べるかをいつも考えてますね。な、咳が出そう気にしないでね、花粉症なので。丸おす、あー、まった花粉症喉にも来ちゃう。丸お寿司、あーあーあー、咳が、あ、セーフだった。丸お寿司屋さんはだれ忘れあるから、そう、さつきはだからね、そう、あのちょっとレベルアップのあれも好きですね。あれはね、なんか美味しい気がする。こんばんは、こんばんは。休み来たらいらっしゃい。ウニはお寿司屋さんによって当たり外れがあるからね。そうだからね、最初にね、自分の好みと違うもの食べちゃうと苦手になっちゃうかもしれない。さつきは誕生日の、うっ、次が出そう。あー、セーフだった。誕生日の時にあのね、ウニ専門店みたいなところに行ったから大丈夫だった、大丈夫だったけど、でもあれでね、ウニ好きになったからね、第一印象が大事なのかもしれないね食材は。そうやっぱ苦手意識がついちゃうとね。でもね、でもウニは本当にお店によって当たり外れあるよねそう、よいしょ、ぼんぼりぼんぼり、ありがとうございます。ミュービームはウニダメだろうね、大人の味だからね、大人の味だからね。今度ミュービームに聞いてみよう、ウニ食べれるってねミュービームはウニ食べれるって聞いてみます。おつきち、おつきち、縁側で猫と日向ぼっこしたいね。猫と日向ぼっこしたいよ、縁側で。で、寝たい寝たいよ。なんかおばあちゃん家行きたくなってきました。焼肉好き、焼肉好きめっちゃ好きです。ネギトロ軍艦巻き食べたことある？食べたことあるよ。あのネギはママに渡したけどネギ苦手なんですよ、さつき。ネギだけがね、唯一食材で苦手だからね。でもその、でもトロは好きなの。だからネギだけママにあげるってしてあのネギトロ軍艦ネギ抜きは食べたことあります。さあちゃん、こんばんは。前髪のカーブが見事です。わあ、ありがとう。そう、さっき巻き直しましたありがとう。ドスタズボジュール、ドスタズボジュール。そう、今日ね、名称私から来てくれた方はね、めっちゃ知ってると思うんですけど、このココちゃんがね、さつきの隣でね、ドスカボジュールって言って渡してるの。さつきも何か言えばよかったと思って、私普通にさ、加藤さつきです、ありがとうございますって言ったのに、なんかすごい簡単さじゃない？ドスカボジュールって言ってるのと、加藤さつきです、ありがとうございますって言って、なんかさつきも、おつきちーとか言えばよかった。おつきちーとか。そう、でめっちゃ面白かったですね。ごくちゃん、こんばんは、こんばんは。ウニ専門店なんてあるんだ。そう、お父さんが連れてってくれました。そう、美味しかった出勤さん、いらっしゃい。さつきちゃん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、ありがとう。あー、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ごちゃまですね。ごちゃまじゃないよ、今ね話してたんだけどね、そう、ウニ食べてるの、さつき。だからミヤビームがね、ウニ食べれなかったらミヤビームの方がお子ちゃまって話をしてましたそう、あのさつきね、ネギ以外は比較的何でも食べれるレリュー食べ物ならうん、お土地、お土地、ネギなし、そう、ネギトロのネギなしを食べます。かわいい、ありがとう、うん、こんばんは。ネギ焼きって名物があるのでぜひ食べてほしい。うん、でもね、多分まあ、あの食わず嫌いはいけないのでね、ぜひね
そう、一回はねトライしてみたいですね、ネギ焼き。ママはめっちゃ好きなんだけどね。だから大人になるったらね食べれるかも。ネギは苦手な人結構いるよね。そう、結構いる、ネギ苦手な人。そう、結構ね仲間が多いです。うん、お星様、お星様、流れ星ありがとう。面白すぎるわら。そう、話してました。こんばんは、こんばんは、うん、こんばんは、こんばんは、お父、お父、こんばんは。小籠包どうぞ名前渡さないと。そうだね、スカバージュールって言ったら小籠包どうぞって渡したらね、面白かったよね、その方が。うん、そう、今度はねどうしようかな。そう考えてます。来たんてね。よいしょよいしょ。ビムちゃんお子ちゃまだ。そうなの、ビムちゃんお子ちゃまなの。ビムちゃんお子ちゃまだからね。そう、お子ちゃまだからね。サツチの方がちょっと大人なんだよ。そう、おつちち、おつちち、くっちゃま、ずっとドスコイを続ける宣言しておりますので、付き合ってあげてください。そう、でもめっちゃ面白かったね、こっちゃん。そう、あのこっちゃんのねファンの方もね、ドスコイボンジュールってこっちゃんが言ったら、ドスコイボンジュールって言ってたのでね、すごいなんて言うんだろう、絆が見えました。そう、サツチも入れたかったね、一緒にドスコイボンジュールって。でも一回やったコクちゃんに紛れてね、スカボジュールって言ったから、スカボジュールって言ったら、君は違うやろって言われた。楽しかったです。おつちち、おつちち、サツチチビーム、サツチチビーム、サツチチビーム。そう、ネギちゃん健康にいいのよ。そう、ネギちゃん健康にいいのがね分かるんだけどね、ネギちゃん食べたらね花粉症治るかしら。35分になったらね配信やめます。こっちゃんは、あ、違う、バブのセクラ。いや、でも大事、その数センチが大事だからね、数ミリ。ニンニクは大丈夫？うん、ニンニク、生姜、みょうが、大葉、めっちゃトロトロのやつは好きだよ、それは好きですね。うん、ドスカボジュールインパクトあるのあるよね。ネギの方からさっちゃんをしなみなみ。ああ、ごめんね。ね、ごめんね。ちょ、ね、ネギ好きだよ。ね、ネギ好きだよ。じゃあね、じゃあね、さつきが、そう、ネギ農家さんのね、ネギ食べてね、克服できるようにね、そう、さつきも頑張るよ。それじゃあ、めちゃくちゃ美味しいネギをね、作ってください。さつきそれ食べてネギ克服します。ありがとう。そう、いつか見に行くよ。制服の名公演が救急生公演になってから初。お、ありがとうございます。一緒に楽しみましょう。そうか、ネギ農家、ネギ農家さん、身近にネギ農家さんいないからな。で、大変だよね農家さんって。いつもありがとうございます。うん、スカボジュー楽しそうですね。そうなの、楽しかったよ。うん、こんばんは、こんばんは。よいしょよいしょ。眠いから起きてって言って、起きて起きて。どちらか、どちらがお子ちゃまかってなんか意味のないような。いや、大事だよ、大事だからね。さつきちの赤ちゃんみたいなね、今そういう状況になりつつあるからね。そう、こんばんは、こんばんは。ネギ食べれるのか、ちょっとなら食べれるよ。さつきもちょっと大人になった。はじめまして、はじめまして。夜勤だからまたね。うん、頑張って、ありがとう。パチ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 。ポテチ何味が好き？え、あんま最近食べてないけど、うーん、いや、さつきのポテトチップさんの硬いやつが好き。ガリ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 ってか、硬いやつが好きでね。あのね、あのね、なんだっけ、なんだっけ、塩味が好きですね、さつきは。あとブラックペッパーも好きです。でもコンソメも美味しいし、なんか選べない、全部好き。ネギ農家嬉し涙。お、よかった、さつきもじゃあ頑張るよ。いつか克服できるように。おつちち、おつちち、
ウニが食べているもので味が変わる。やっぱそうなんだよね。やっぱそうなんだよ。やっぱね、味ってね、食べてるものが変わるよね。ね。そう。で本当にね、4種のウニ本当に味が違くてびっくりした。とるなんか、おーすごいなーと思って、生き物って不思議だなと思いました。こんばんは、こんばんは。で私そのお魚がね釣りしてる動画とかね、結構さばいてる動画とか好きなのでね、多分食べ物が好きだからだと思う。だからね、結構ウニとかもね興味ありますね。お魚とかね、いつか自分でさばけるようになりたいなと思いつつ、いつその日が来るかなって。こんばんは、こんばんは。じゃあね、今日の配信はこれぐらいにしたいと思います。じゃあね、久しぶりにね、よいしょよいしょ、久しぶりだったけどね、来てくれてありがとうございました。次回花粉症が治り次第カラオケ配信したいなと思っています。そう、その時はまた見に来てくださいね。魚が食べれる。ありがとうございました、ありがとうございました。見に来てくれてありがとう。またやります。それではいつかね、制服の出るので会いに来てね。握手会トーク会も待ってます。バイバーイ、ありがとう。バイバーイ。そう、父は気づいたよ。いつもありがとう。バイバーイ。またにゃん、またにゃん。